皆さんが地球について知っていることはたくさんありますよね。ではこの素晴らしい世界に対する知識をテストしてみましょう。全部で14問のこの問題、いくつ正解できますか？ギザの大ピラミッドは地球上でマンモスが生きていた時代に作られた。丸か×か。実はこれ丸。この有名なピラミッドは4500年前に作られ、毛皮をまとったマンモスが約4000年前に滅びより500年早い計算です。マンモスが最後に生きていたと言われるのは北極海のウランゲリ島。そこは今ほど寒い場所ではなかったと考えられています。地球上に生えている木は天の川銀河にある星の数よりも多い。丸か×か。これは丸。かつての試算では地球上に4000億本の木があると言われていました。しかし最近の研究によってその本数が3兆以上であることが分かったのです。これは1人当たり420本の木が生えている計算になります。一方天の川銀河の星の数はおよそ1000億、地球の木の方が30倍多いのです。あなたが目にする木は一本一本独立している。丸か×か。これは×。地球上に生えている木の 90% は菌糸体フィラメントでつながっており、養分や危険を察知した際に発する信号を交換しています。いわば地下のインターネットのようなもの。例えばパンドと呼ばれる森は地球上最大の生命体で、一見するとただのアメリカ山ならしの森に見えていて、全体が地下茎でつながった一つの木となっています。私たちが飲む水は数億年前に恐竜たちが飲んでいた水と同じ。丸か×か。なんと丸。地球に存在する水のうち完全に蒸発して飛んでいってしまったものはごくわずかで、その他の水は循環を続けています。ですからマンモスや恐竜、またそれ以前に生きていた生き物たちは私たちが今使っている水と同じ水を飲み、その中で泳いでいたのです。ああもちろんその水の中で他のこともしていたと思いますが、残念ながら古代の生物の情報は水に残されていないため、現状ではそれをきっかけに研究を進めるということはできません。雷は同じ場所に二度落ちない。果たして丸か×か。×にかけた人は正解。雷は同じ場所にいくらでも落ちてくる性質を持っています。一見するとランダムに落ちているように見えて、上空からの電流は一帯の高い場所、あるいは金属製のものに引き寄せられていきます。そのため高層ビルなどに設置されている飛来針は銅とアルミニウムの合金で作られています。これらの金属は伝導性が高く、効率よく雷を集めてくれるのです。地球上の砂漠は全て暑い。これは簡単ですね。丸か×か。×だと思った皆さん正解。定義上砂漠は気温ではなく湿度を基準として決められます。砂漠の中で最も有名なのはサハラ砂漠で、ここは非常に暑い場所として知られていますよね。その一方で世界最大の砂漠と言われているのが南極大陸。その大きさはサハラ砂漠の2倍です。極地砂漠と呼ばれるこれらの地形の気温は当然ながら非常に低く、他にはグリーンランドなどが極地砂漠にあたります。地球に存在する金をすべて集めると地球全体を分厚い層で覆い隠すことができる。丸か×か。答えは丸。1950年から数えると人類は20万トンの金を採取しています。それをすべて一つの立方体に集めると一辺の長さは21メートルとなります。そして近年のデータによれば
地球の核には大量の金が存在していることがわかります。この金属は惑星全体を覆い隠すのに十分で、その層の厚さは人間の膝までの高さとなります。もっとも核から金を採取することは非常に困難ですから、手に入れることはないかもしれません。月と火星の地図は海底の地図よりも作成が進んでいる、悪か罰か。実は丸、現在月と火星に関しては詳細な地図が作られています。もちろんそれでもなおこれらの天体では新たなことが発見され続けているのですが、一方地球の海の 80% 以上は地図制作も探検も進んでいません。妨げとなっているハードルは水圧や低温、そして光を妨げる何億トンという水です。溶岩は常に赤く燃える、丸か×か。他に何色になるっていうんでしょうね。答えは×。溶岩が赤やオレンジ色に輝くのは、それが地球の底から吹き出した溶けた岩石であるから。しかしインドネシアにあるイジェン山の溶岩は青く輝きます。ただしそれが見られるのは夜だけで、昼間はごく普通の溶岩のように見えます。その理由は大量に存在する硫黄ガスです。またイジェン山には世界最大の酸性の火山湖があります。美しいターコイズブルーの水に飛び込んでみたくなりますが、それは絶対にダメ。イジェン山は噴き出す炎も青く、世界最大の青い炎の記録を保持しています。ちなみにこの炎はガスバーナーの火が青くなるのと同じ原理です。虹は夜でも見える、丸か×か。丸が正解。この現象には月の虹と書く月虹という名前が付けられています。基本的には普通の虹と同じものなのですが、現れるのは雨上がりに晴れた月夜です。ファイアーレインボーと呼ばれる現象が存在する、丸か×か。答えは丸。日本語では環水平アークと呼ばれています。空にある雲が虹色に輝くその姿はまるで炎。正しい条件が揃った時にのみ観測される現象です。その条件とは、場所が赤道に近い、空が晴れている、鳥の羽のような雲が現れている、太陽が地平線から58度上に出ている。このような雲は氷の粒でできており、ここに太陽の光が当たると光を反射し虹色に輝くのです。すごいですね。世界には虹色の木が存在する、丸か×か。×だと思った皆さん、答えは丸。この映像はフォトショップで作ったものじゃありません。これはレインボーユーカリと呼ばれる木で、その表皮が虹色になることで知られています。表皮は毎年別々のタイミングで剥がれ落ち、新しく現れた表皮は黄緑色からオレンジ、エンジ、青、紫と次第に色を変化させていきます。世界には自然に動く岩がある、丸か×か。これは丸が正解。アメリカ・カリフォルニア州のデスバレーには自然に動く石が存在しています。この一帯は毎年雨が降ると湖の底に沈み、その湖が干上がることによって再び荒野へと戻ります。その最中、夜間の気温が零下に落ちると湖面に薄い氷が張ります。そして日中暖かくなると、その氷が割れ、それが風に吹かれて移動します。この時氷に石が囚われると、石も共に移動するのです。こうして動いた石は水が蒸発した後に湖底を引きずった跡とともに地上に残ります。世界には動き回る泥沼がある、丸か×か。答えは丸。
世界ではそのような沼が一つだけ知られています。沼が移動する理由は全くもって不明。年間6メートルというペースで移動を続けるその沼は、カリフォルニアのサンアンドレアス断層からその旅を始めたと考えられています。人工的にその沼を止める試みも行われましたが、今のところ成果は出ていません。現状止まる様子もないため、近隣の人々の悩みの種となっています。